現場主義を徹底し、被災者に寄り添い、司令塔の役割を果たしつつ、被災地の復興に全力を尽くしてまいります。先ほど安倍総理から辞令をいただき、復興大臣を命ぜられました衆議院議員の吉野正義でございます。発災以来、実は私は被災者です。選挙事務所はもう全壊です。自宅は大規模半壊です。そういう意味で、被災者の気持ち、これはどなたよりも私はきちんと理解しているというふうに思っております。総理からのご指示、また内閣の基本方針を踏まえて、現場主義を徹底し、被災者に寄り添い、司令塔の役割を果たしつつ、被災地の復興に全力を尽くしてまいります。どうかよろしくお願いを申し上げます。今までの歴代の大臣、本当に被災地に寄り添った心を持って対応してきていると思います。ただ今村大臣の場合は発言が本当にふさわしくない発言でありますので、我々、被災地の者としては許すことのできない、そういう重大な発言だったというふうに思います。そういう意味で、被災地からの代表として今回私が復興大臣に就任をさせていただきました。被災者の寄り添った、普通役所の方々は寄り添った、寄り添ってという言葉を使いますけど、耳障りのいい言葉です。本当に被災者に寄り添って、いけるのは私だという自負を持っております。